100m 競争第4組、注目の6レーン、朝原君を含め6名で、これから第4組がスタートです。 M50 のクラス、ごちそうさまでした。先頭に立ったのは朝原君。時計は11秒31。確定しました。6レーン。11秒30。100m の日本記録を3度も更新している朝原さん。無人なんかとは比較にならない別次元の走りでしたが、50歳となられた今も別次元の走りでした。レース直前のブロックセットからの練習はターボのそれを彷彿とさせる脱力っぷりで、現役時代どうだったのか記憶がありませんが、マスターズっぽくて撮影しながら笑ってしまいました。私が第4組になりますが、6レーンに朝原宣治君が出場します。元日本記録 100m 日本記録保持者、3回も更新した選手って後にも先にも朝原さんだけですから、その偉大さがわかります。リレーでも活躍しました。さらに M50 のクラス、いやほんと、オリンピックのあのリレーはマジでドキドキしました。京都マスターズの勝負で出場いたします。